時間ってやつね。これは。なんと。これで終わりよ。すべて終わらせる。
いいか。そして面倒さ。持ってるかしら。いいもの持ってるかしら。君か。ありがとう。まさか。感謝する。皆の者。長かった。ソロンの首を取れば
大陸制覇は目前となる。命を捧げよ、エドラスの若獅子たちよ。クラウザー氏、お任せ。私の耳には命乞いなど聞こえません。期待しよう。クラウザー様、ゴンザレス。かしこまりました。皆の者、私は国に残る民に剣を持たせた。ここにいる皆の家族、妻に、子らに、自ら戦わねば守れるものもある。アルティニアの剣は守るために。アルティニアの剣は守るために。迎え撃て、勇猛なるアルティニア兵よ。守る刃より叩き者はない。おら、頼んだぞ。始めましょう。
かしら。エドラス、やはり波ではない。耐えよ、耐え忍ぶのじゃ。フン、なんともろい。これが三霊の盾と言われたあのアルティニア軍か。陛下、敵は存外歯ごたえがありません。いささか退屈されるやも。陛下、もう持ちませぬ。焦るな、引きつけよ。第二軍隊、進軍せよ。バカな、どこに隠れていた。強撃だ。引け、引くのだ。エドラスの猛者たちよ、アルティニアを甘く見ないでもらおうか。将軍、前線の兵を失いました。そう、あの作詞め。元王が即位して以来、アルティニア王国は一度として他の侵略を許している。百の兵法を知るという剣王ソロンの力。クラウザーよ。申し訳ございません。二度と油断いたしません。第二陣、準備せよ。チョロチョロと、アルティニアのネズミどもめ。死の谷を越えて王を狙う気でおったな。ここは通さぬ。断じて通さぬぞ。我が名はゴンザレス、エドラスの荒ぶる闘牙なり。我が鉄球で肉体になるがいい。エドラスを守るため、エドラスの者と戦う。皮肉だな。何をごちゃごちゃほざいておる。そのか細い剣、
さては貴様か、エルという剣士は。こんな小ネズミどもにやられるとは、セロも油断したか。小ネズミかどうか、試してみるといい。いいぞ、いいぞ、いいぞ。そんな威勢のいい目が絶望するのを幾度も見てきた。だから戦はやめられぬ。高ぶってきたぞ。その骨、肉、無様にさらしてみよう。エドラスの恥をすぐに終わらせてやる。旅の子だ、覚悟はいいね。来るぞ。邪魔するなら容赦しないわ。あ聞いてますね。では行きましょう。耐えられるかな。見てて。今こそ。任せてあげる。弱点だ。一瞬で済みますよ。失礼。闇よ、包み込め。いいぞ。相手に不足はない。記録をまとめなさい。奇跡を歌いたまえ。いいぞ、ふざけない。血を入れなさい。きますよ。うわぁ、ふん、皆を導きましょう。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。吹き飛ばします。かの者に奇跡を与えたまえ。うっとうしいのよ。さて、どうしましょう。てや、もう一押しだ。失礼。そこが弱点だね。お任せします。たっ、好奇のようです。リレイソード、はっ、鎧崩し、はーっ、一歩も光る。戦士の使命です。記録をまとめなさい。奇跡を与えたまえ。血入れなさい。祈りましょう。狙っていけ。援護を頼む。失礼。お任せします。どんな踊りがお好みですか。一番変わりました。記録をまとめなくては。いいぞ、いいぞ、いいぞ。
極めなさい。ディレイソード。ほら。他の者に奇跡を与えたまえ。ではな。ただでは置けないが。休んであげてもいいけど。相手に不足はない。せい。わかりました。耐えられるかな。ディレイソード。いい記録が出そう。鎧殺しします。休んであげてもいいけど。さて、あとは叩くだけ。戦士の使命です。代わりに飛ばします。それじゃあ見極めなさい。援護を頼む。身を焦がすのよ。ありがとう。はあ。うっとうしいのよ。さて、どうしましょう。ああ、いって。それ。それ。お任せします。では。はあ。ちょっと直しなさいよ。戦士の使命です。出番ですか。今こそ変わりましたないですよ。すまない。いいぞ。休んであげてもいいけど。きますよ。援護を。お任せします。いいぞ。嘘よ。では参りましょう。望むところだ。一旦。レイソード逃がさん。鎧崩し。このまま押し切るのだ。鎧崩し。では参りましょう。はい。それ。さあ。一歩も引かぬ。倒れません。えい。
まだ油断できません。チャンスです。では参りましょう。いいぞいいぞいいぞ。どんな踊りがお好みですか。あは、灼熱の炎よ、吹き上がれ。ではな。終わりなの。さあ見極めなさい。これは私の剣。貫き通せ。研究が役立つかな。苦しんでる人を救います。飛ぶところだ。耐えられるかな。ふりゃ逃がさん。それ風が吹き荒れよ、吹き飛ばします。と本気で行くよ。援護さん、ありゃ記録をまとめなきゃ。どんなお茶は？いや！いいぞ！いいぞ！よいしょ！はっ！行きましょう！いや！行って！それ！任せてあげる！だりゃ！失礼！みんな！一歩も光る！援護君！記録をまとめなくては。何よ、ごちゃごちゃございくろ。ふざけないで、はぁーっ。ディレイソード、はぁ、あ、嘘よ。一歩も光る。研究が役立つ。そのまま持っていて。いいぞいいぞ。もういらないようです。しょうがない。高ぶってきたぞ。祈りましょう。一旦引くね。それどっその程度か。さてどうしますか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。で動かない。祈りましょう。くあ弱き心よ、砕けよ。いいぞいいぞいいぞ。まだまだ。あはほらほら、弱き心よ、砕けよ。ごちゃごちゃほざいきょう。
お任せします。傷を癒してください。あとはお願い。どんな まだでは置けないね。はあ、一歩も光る。ディレイソード、風キアレを吹き飛ばします。はあ、きますよ。それ風キアレを吹き飛ばします。いいぞ、いいぞ、いい。高ぶってきたぞ。一歩も光る。援護君、お任せします。その程度か。どんな踊りがお好みですか。望むところだ。事情を聞いた。望むところだ。うりゃ、一旦それ、もう一つ、それ任せてあげる。キアレオ、鎧崩し。このまま押し切るのだ。ありゃー、はっ、はっ、おー、調査、調査。ふん、すぐ直してあげます。ディレイソード、風キアレを吹き飛ばします。どうかな。へい、ダリャ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ふざけるね。さあ、見極めなさい。見守っていて。見せてあげる。援護君、ほらほら、ほら、なんか、ごちゃごちゃほざいておる。相手に不足はない。飛ぶところだ。うぅーっ、てっ、てっ、なぁ、許せない。どんな踊りがお好みですか。見せてあげる。灼熱の炎よ、吹き上がれ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。まだまだ、うちなる熱に身を焦がすのよ。何よ、ごちゃごちゃほざいておりなのか。よーし、そりゃー、そりゃー、見せてもらおう。一旦引くね。出よ、任せてあげる。キアレオ、吹き飛ばす。いい感じです。はぁ、蹴りをつける。これは私の剣。耐えられるかな。うりゃ、飛ぶところだ。それ、風よ、吹き荒れよ。はい、鎧お任せします。調査、調査。苦しんでる人を救います。それ、以上。おっと、無茶してしまったな。さあ、
何のこれ好き皆の者おらええかよし行けさあ、始めましょう。お楽しみくださいませ。君にはこれまで何度も助けてもらったな。言えるうちに礼を言っておきたい。ずっと心強かった。待て。クラザー様、申し訳ございません。油断を、俺は死の谷を任せたと言ったはずだ。それを貴様はおめおめと逃げ帰ってきたのか。戦士として恥ずべき。え、さて、ゴンザレスを退け、死の谷を越えたか。羊臭い国にも少しは使える兵がいたらしい。この男、強い。だが、王の元へはこの私が行かせぬ。私の決意剣に込めて。王の元へはこの私が行かせぬ。心よ、砕けよ。血入れなさい。倒れません。耐えられるかな。うりゃ、今こそ。任せてあげる。気は弱点だ。変わりません。やりました。
チャンスですね。今こそもう一つだ。風よ、引き荒れよ。吹き飛ばします。それ蹴りをつける。今こそ風よ、引き荒れよ。消えろ。どうさ、あなたのこと。それでは、参りましょう。見せてあげる。これが、私の剣。私は未来の大勝利よ。ふざけないで。炎の炎よ、吹き上がれ。鎧崩し。傷を癒してください。わかります。鬱陶しいのよ。何よ、当たり前でしょ。どんな踊りがお好みですか。消えろ。嘘よ。他の者に奇跡を与えたまえ。行きましょう。奇跡を与えたまえ。では参りましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。消えろ。失礼。闇よ、そこが弱点だね。と聞いてますね。さてどうしましょう。いらないようです。それで一歩も光る。皆を導きましょう。もう一つだ。弱き心よ、砕けよ。好機です。それ弱き心よ、砕けよ。相手に不足はない。見守っていて。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。第二陣準備せよ。王の元へはこの私が行かせぬ。どんな踊りがお好みですか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りがお好みですか。貫き通せ。一旦ですね。消えろ。あ、強い。己の無力さが憎い。さてどうしましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。見守っていて。
私は未来の大商人よ。吹き上がれ。消えろ。いやー、変わります。飛ばします。うっとうしいのよ。何よ、当たり前でしょ。仕掛け時かもです。私しかできないことを。皆を導きましょう。戦士の使命です。戦士の使命です。今こそ逃がさん。下がって。血を避けないで吹き飛ばします。他の者に奇跡を与えた。頼んでないわ。蹴りをつける。援護さん。熱烈な炎よ、吹き上がれ。肌では置けないな。吹き飛ばします。はい。うっとうしいのよ。これで、うわぁ、耐えられるかな。闇を包み込め。うっとうしいのよ。まだまだ。ありゃー、貫き通せ。一旦それ。てやサンダー。それ黒き一撃を。はーい、お守りいたします。参ります。消えろ。ディレイソード。それ黒き一撃を。てや、父上ならどうする。はあ、ディレイソード。闇を包み込め。許せない。黒き一撃を。では、見せてあげる。そこが弱いのかな。チャンスです。やー、変わりません。痛いですよ。よーし。やー、レイ、こりゃ、まだまだ、レイ、どうさ、あなたのこと、第二陣、準備せよ。王のもとへはこの私が行かせぬ。では参りましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。まだまだ。灼熱の炎よ、吹き上がれ。消えろ。もう終わりなの。見せてあげる。苦しんでる人を救います。私の力、ご覧あれ。てぇ、
灼熱の炎よ、引き上がれ。変わりはしょ。記録をまとめろよ。砕けよ。うっとうしいのよ。祈りましょう。皆を導きましょう。行きましょう。援護を頼む。すぐ直した一瞬で済みますよ。他の者に奇跡を与えた。頼んでないわ。休んであげてもいいけど。行きますよ。見くびらないで。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。一旦引くね。ではもう一押しだ。このまま押し切るのだ。援護を頼む。ほらほら、踊りがお好みですか。
今は休む。第二陣準備せよ。王の元へはこの私が行かせぬ。一歩も光る。援護を頼む。乗れ。一歩も光る。今こそ。命乞いなど俺の耳にはほどか。我々は負けたのですね。行きますよ。貫き通せ。今こそ。いい判断。吹き飛ばします。失礼。それ。よい。言ってほしいのよ。私にできないわけがないじゃない。分かってるでしょうね。今よ。そのところだ。戦士の使命です。はぁ、今こそ。もう一押しだ。はっ、はっ、いや、こりゃ。はっ、命乞いなど俺の耳には届かんぞ。終わりはない。さて、あとは叩くだけ。見せてあげる。これが私の剣。せりゃー。灼熱の炎よ、吹き上がれ。風よ、吹き荒れよ。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。遠慮はいらないだ。弱点ですね。許せません。祈りましょう。はぁ、あ、参ります。うわ、灼熱の炎。あれ、踊りすぎちゃったかな。はっ、はっ、はっ。では参りましょう。を導きましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。サンダーさあ。でさて、どうしましょう。あは。では、お守りいたします。はっ。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。まだまだ。ほらほら。はっはっ。まだまだ。ほらほら。ご堪能いただけましたか。舞台は整い、見守っていて。えい。どうしましょう。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。終わりなの。では参りましょう。あ、見せてあげる。ありゃよ、砕けよ。第二陣準備せよ。王の元へはこの私が行かせぬ。祈りましょう。はぁ、参ります。くやぁ。皆を導きましょう。私は未来の大勝利よ。吹き上がれ。はっはっ。キャー、吹き飛ばします。はっ、畳みかけましょう。言ってほしいのよ。分かってるでしょうね。
今よ。一瞬で済みますよ。失礼。学問に雑念は不要。鬱陶しいのよ。望むところだ。今こそ。いい判断。一瞬で済みますよ。強い。記録をまとめなくては。鬱陶しいのよ。何よ、当たり前でしょ。好機です。ありゃ、見せてもらおう。援護する。鬼滅の踊りすぎちゃったかな。命乞いなど俺の耳に届かず。気をつけたまえ。無理なさらず。遠慮はいらないようだ。鬱陶しいのよ。舞台は整いました。レイ、命乞いなど俺の耳には届かんぞ。すぐ直したか。来ますよ。どんな踊りがお好みですか。貫き通す。今こそ。いい判断。強い。一歩も光る。見せてあげる。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。ノエ、父上ならどうする。では、もう一押しだ。それ、このまま押す。それでは、父上なら。貴様、それ、父上ならどうする。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。負けたのですね。よし、貫き通す。うわぁ、私にしかできないことは。てよてよ、任せて。エレメントクラッシュ、一瞬で済みますよ。失礼。闇よ、包み込め。おっと、望むところだ。ありゃあ、私の力、ご覧あれ。私は未来の大勝利よ。俺の耳には届かんぞ。あなたのこと、それ許せません。逃がさん、それは傷を癒してください。鬱陶しいのよ。今です。見守っていて。せい、皆を導きましょう。ほらほら、さあ、他の者に奇跡を与えたまえ。鬱陶しいのよ。これくらい簡単な私の舞よ。ほらほら、さあ、第二陣準備せよ。王の元へはこの私が行かせぬ。行きましょう。望むところだ。
見せてもらおう。今こそ。失礼。はと、うっとうしいのよ。では参りましょう。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。とてはいらないようです。うわ、ここからです。舞台は整いました。私の舞を、私の舞を、灼熱の炎。踊りすぎちゃったかな。いい判断で、好機です。飛ぶところだ。今こそ。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。己の無力さが許せない。憎い。さてどうしましょう。灼熱の炎よ、まだまだ私の舞を。灼熱のあれ、踊りすぎちゃったかな。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。終わりなの。今こそ。見守っていて。代わりは死んで済みますよ。はっ、畳みかけましょう。うっとうしいのよ。チャンスです。私の舞を。皆を導きましょう。見くびらないで。灼熱の炎よ、吹き上がれ。サンダー、一瞬で済みますよ。だっ、うっとうしいのよ。これくらい簡単よね。はぁ、ありゃあ。死にしかできないこと。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。それ闇を包み込め。無理をせず、お役に立てましたか。攻め時じゃないかな。そのところだ。参ります。耐えられるかな。見てて。てっ、てっ、それ。闇を包み込め。お守りいたします。命乞いなど俺の耳には届かんぞ。だっ、闇を包み込め。父上ならどうする。見せてあげる。苦しんでる人を救って。の力、ご覧あれ。私の力、ご覧あれ。休んでてください。一瞬で済みますよ。傷を癒してください。助かったわ。第二陣、準備せよ。王の元へはこの私が行かせぬ。来ますよ。
今こそ。はっ、どうした。あなたのことか。ごめんなさい。で、祈りましょう。ただでは置けない。それ。今こそ。逃がさん。いい判断。蹴りをつける。炎熱の炎、吹き上がれ。それ。研究が役立つかな。まだ。今こそ。相手に不足はない。炎熱の炎、吹き上がれ。どんな踊りがお好みですか？灼熱のあれ？踊りすぎちゃったかな？舞台は整いました。あは！あは！灼熱の幕引きよ！なんとかなりました。この先が本陣だ。パーディスさえ撃てばこの戦いは終わる。行こう。させるか。勝負はついた。貴公の槍には迷いがある。自らの道に疑問があるのではないか。どことも知らぬ国の剣士め、貴様に痛いほどにわかるさ。祖国の悲しき定めが。答えるのじゃ。守り通せ。陛下、あとは時間の問題です。陛下、お逃げください。奇襲です。おう。ざれごと。貴公らも奇襲を選んだのであろう。選ばれし者に命を拾われたな。貴公ら、死者セロを倒した剣士か。
クラウザーすら退く、ここへ来た腕。しかし、剣士よ。守るべきものがあるからです。お父様。エリカ様。王女、エリカ様。なんと、エドラス王国のエリカ王女。あの誇り高き振る舞い、一目見て気づいた。陛下。彼女はただ国と民を思っている。誰よりも。お父様、ずっと間近で見てきました。しかし国と民は幸福にはならず、忌まわしき地に染まろうとしています。あなたを止めなければ祖国に未来はない。もはや私には剣を取るしか道はありません。これ以上無駄な血を流させないで。お父様、どうかエドラスのために。国と民とは、すなわち王である。すべては王の配下、すべては駒だ。王への服従こそ真の幸福に他ならぬ。学んだか、この駒が。お父様、それが答えなんて。世の血を分け、こんな愚か者ができたのか、認めよう。やっ、死に行くがいい。貴様を産んだ女と同じように。屈するわけにはいかない。守るべきもののため。我が名はエリカ・エドラス。悪しき王より民を守る者なり。母の形見のリボンにかけ、あなたを撃つ。甘い。待てる。崩れろ。この剣、そこに。この剣。この剣、祖国のために。愚か者め。光よ。そこだ。我が誇りにかけて。聖火に我を導きたまえ。我が誇りにかけて。愚か者め。光よ。今こそ。お母様、見守っていて。愚か者めが、身の程を知るがいい。
我が誇りにかけて。愚か者めよ、光よ。この剣、祖国の剣。うっせえ。光よ。我が誇りにかけて。愚か者めよ、聖火よ、我を導きたまえ。我が誇りにかけて。お母さん、見守っていて。身の程を知るのよ。者を捕らえよ。さあ、ソロンの首は目前ぞ。私のことはよい。ソロン王のところへ。あの方を失えばファーディスに対抗する術も。お願い。ファーディスめ、よく戻ってくれた。だが、もはやこれまでだ。そなたらと共に戦えたこと。何をおっしゃる。まだです、陛下。陛下を頼みましたぞ。面倒さ。陛下、お逃げください。どこへ行けというのだ。この先に兵を待たせております。生き延びさえすればまた光は必ず。陛下こそがオルステラの。面倒さ。陛下、さあ。共に戦え、光栄だったのは。すまぬ。頼んだぞ。
官ってやつね。困っている方を助けましょう。仕入れの時間ってやつね。困っている方を助けましょう。さあ、始めましょう。いいもの持ってるかしら。こんにちは。持ってるかしら。
さん。洗うね。私に何も言わず一人で抱え込んで。洗うね。私が城の外で目にしたものをあなたには見せたくない。私考えたの。諸王会議でお父様を信にしてもらうのよ。お父様は不可侵条約を破ったわ。非が認められれば姉さんはきっと助かる。洗うね。すぐにでも教会に告発状を届けるわ。洗うね。危険よ、お父様に気づかれたら。このくらいさせてよ姉さん。私姉さんを助けたいの。信頼できる人がいるわ。失礼。失礼します。実は
お任せください。実は感謝主長様、ありがとうございます。助かるわ。ありがとう。洗うね。教皇、生きておられたか。よくぞここへ。エリカ王女のお力になりたく参りました。パーディス王はもはや暴君、裁きが下されるであろう。聖火の加護があらんこと。ソロンよ、貴様は王ではない。国を見捨てて逃げた羊よ。この敗北からしかと学ばせていただいた。覚えておれ暴君よ、羊も生きてさえいれば爪を研ぐと。オルステラの王たちよ、よくぞお集まりいただいた。これより小王会議を始める。主題はエドラス王国ハーディス三世の侵略の是非だ。先のリーベン・アルティニア両国侵略はこの場で誓いし不可侵条約を一方的に破るもの。万が一事実であれば小王会議の威信に関わる。ハーディス三世よ、その真偽はいかに。教皇、このソロンに発言の許可を。パーディス王は三国の固いちぎりを破りました。リーベン王を殺害し国を飲み込み、
我がアルティニアまでも滅ぼさんと攻め入りました。紛れもない事実にございます。そしてその暴挙に抗い我が国と共に戦った方がいます。他ならぬエドラス王国エリカ王女です。王女は今国内にて謀反の罪に問われています。パーディ僧が無罪となればその命もないでしょう。王女は正しき心を持つお方です。ここで議されているのは諸王会議の威信だけではない。あなた方の手には王女の命も握られているのです。どうか正しきご決断を。パーディス三世、ソロン王の証言に異論はあるか？無論ある。余は一方的に条約を破棄してなどおらぬ。アルティニアに攻め入ったのは事実だ。正規に宣戦布告をしている。何だと？教皇、アルティニアは宣戦布告など受けては。よまいごと。我が国の第一王女がわざわざ赴いたではないか。愚かにも祖国を捨て寝返ったのだ。静粛に。パーディス三世、言い分はそれでよいか？では各王の投票を執り行う。審議の結果は票の多数によって下される。パーディス王に罪ありとする者はソロン王のもとへ、パーディス王に罪なしとする者はパーディス王のもとへ。すまない。お待ちください、教皇。あの男はリーベン王を殺害したのですぞ。これは事実、重罪にございます。どうか今一度。そうわめくな。我が友を勝手に殺すでない。何？ま、まさかリーベン王生きておったのか？この通り存命にございます。パーディス王は確かに我が国を訪れました。さらなる和平を固く結びたいと。バカな。それはまことか、リーベン王よ。真実です。和平を乱そうとしたのは祖国エドラスを裏切ったエリカ王女にございます。王女こそ咎人。親愛なるパーリス王に非はございません。さあ評決を下せ。
ハーディス三世を不問とする。このままではエリカ様が処刑。どうか私と来てください。ある神話をご存知ですか？かつてこの大陸は闇に包まれ滅びようとしていました。そこへ火と慈愛の神エルフリックが現れ、闇を払い世を救ったのです。時は過ぎ、大陸は再びハーディス三世により闇に包まれようとしています。しかし希望の灯火はかすかにあります。選ばれし者です。失礼ながらその指輪のことを調べました。聖なる心を持つ者だけが手にできる指輪、エルフリックに選ばれたあなた様こそが。何が灯火だ。そんなものはいらない。オルステラに必要なのは絶対の王のみ。邪魔するなら容赦しないわ。心よ、砕けよ。うっとうしいのよ。どんな踊りがお好みですか？望むところだ。戦士の使命です。耐えられるかな。うりゃ、一旦ですね。今こそ任せて踊る。引き荒れよ。強い。代わりは死んで済みますよ。失礼。それ、そこが弱点だね。ふんふん。ふっ。ふっ。痛くないですよ。それ。どんな物語になるかしら。私はただ調査をしていただけだ。礼をつける。援護を頼む。お待たせします。記録をまとめなきゃ。はぁ、どんな踊りが起こりですか？お仕事行っていくね。変わりました。失礼。はぁ、これくらい簡単よね。それ。それ。はあ。研究が役立つかな。お任せします。傷を癒してください。さあ、見極めなさい。
も失礼。たっお守りいたします。はっ嘘よ。たどんな踊りがお好みですか。すぐ直して。記録をまとめなきゃ。奇跡を与えたまえ。よし、苦しんでる人を救います。苦しんでる人を救います。見せてあげる。はあ、灼熱の炎よ、吹き上がれ。踊りがお好みですか。灼熱の。あれ、踊りすぎちゃったかな。ありゃ、攻め時じゃないかな。よいしょ。記録をまとめなきゃ。まだでは置けないな。こりゃ、見せてあげる。援護さん、灼熱の炎よ、吹き上がれ。それこれで今こそ。相手に不足はない。苦しんでる人を救います。そのところだ、今こそ。おのれの無力さが憎い。さて、どうしましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。さて、どうしましょう。見守っていて。灼熱の。あれ、踊りすぎちゃったかな。舞台は整いました。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りが起こる。あは、あ、灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りがお好みですか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りが起こる。あは、灼熱の炎よ、吹き上がれ。まだまだ。灼熱の炎よ、吹き上がれ。もう終わりなの。研究が役立つかな。見守っていて。ありゃあ、記録が取れそうだ。今です。私の舞を貫き通せ。せい、耐えられるかな。見てて。今こそ。せい、ふん、援護さん。灼熱の炎よ、吹き上がれ。風よ、吹き荒れよ、代わりの人出します。さて、どうしましょう。貫き通せ。
の力、ご覧あれ。今こそ。どうさ、あなたのこと。記録をまとめろよ。砕けろ。どうしいのよ。さあ、見極めなさい。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。足が動かない。で、てあ。行きましょう。死にしかできないこと。任せてあげる。いい記録が取れそうだ。攻め時じゃないかな。それ。どんな物語になるかしら。灼熱の炎よ、吹き上がれ。記録をまとめなきゃ。うっとうしいのよ、これくらい。祈りましょう。見せてもらおう。今こそ。任せてくれ。ふざけないで。一歩も引かぬ。出番ね。援護を頼む。灼熱のご堪能いただけましたか。整いました。灼熱の炎よ、吹き上がれ。はあ。たっ。さあ、見極めなさい。私は未来の大勝利よ。あは。灼熱の炎よ、吹き上がれ。うっとうしいのよ。さて、どうしましょう。はあ、私の力、ご覧あれ。一旦それ。記録をまとめなくて。奇跡を与えたまえ。行きましょう。耐えられるかな。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。うわあ、失礼。はあ。さて、どうしましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。それ。いらないで。すまない。相手に不足はない。リレイソード。行きましょう。私はヘレノア・ウォルホート。弱き心よ、砕けよ。どんな踊りがお好みで。見守っていて。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りがお好みでぞ。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りがお好みか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どうしましょう。灼熱のあれ、踊りすぎちゃったかな。チャンスです。
灼熱の炎よ、吹き上がれ。まだまだ、はあ、もう終わりなの。祈りましょう。見守っていて。苦しんでる人を救います。行きましょう。奇跡を与えたまえ。どんな踊りがお好みですか？研究が役立つかな。せりゃー任せてくれる。痛くないですね。はい、仕掛け時かもです。お任せします。記録をまとめなきゃ。あとお願い。相手に不足はない。見せてあげる。私か、いいだろう。はい、援護を頼む。灼熱の炎よ、任せてあげる。失礼。と、記録をまとめなくては。行きましょう。出番ね。
私か。いいだろう。援護する。灼熱の炎よ、吹き上がれ。任せておれ。ふざけないで。痛くないですよ。失礼。はっ。いい記録が取れそうだ。さて、あとは戦う。記録をまとめなきゃ。奇跡を与えたまえ。これくらい簡単よね。私の舞を。私の力、ご覧あれ。わかりました。ありゃー、灼熱の炎よ、吹き上がれ。鎧お任せします。弱き心よ、砕けよ。うっとうしいのよ。祈りましょう。貫き通せ。参ります。一旦引きます。卑怯な。力を止めて。うっとうしいのよ。では参りましょう。援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。それと、はあ、さあ、見極め。いや、うん、遠慮はいらないようですね。行きましょう。ふやー、灼熱の炎よ、吹き上がれ。痛くないですよ。ありがとう。弱き心よ、砕けよ。どんな踊りがお好みですか。ほらほら、弱き心よ、砕けよ。きますよ。貫き通せ。ほら、私はケレノア・ウォルホート。許せない。暗くお任せします。では祈りましょう。他の者に奇跡を与えたまえ。倒れません。いやー、出番ですか。変わりましてないですよ。祈りましょう。見せてあげる。これが私の剣。私の力、ご覧あれ。あ、お任せします。さて、どうしましょう。すぐ直して。
よ。レイ、レイ、痛くないですよ。みんな、さて、どうか。レイ、さて、どうしましょう。はぁ、足が、さて、どうしましょう。きますよ。見せてあげる。ありゃあ、灼熱の炎よ、吹き上がれ。うわあ、お任せします。では祈りましょう。貫き通せ。苦しんでる人を救います。死にしか生きないことを。今こそ逃がさん。任せて。変わりました。気をつけたまえ。さて、それ。ポーン。それ。どんな物語になるかしら。援護を頼む。と、お任せします。記録をまとめなくては。あとはお願い。どんな踊りがお好みで。行くわ。灼熱の炎よ、吹き上がれ。鎧崩し。他の者に奇跡を与えたまえ。うっとうしいのよ。では参りましょう。今こそ。任せて。ふざけないで。ありがとう。気をつけたまえ。これくらい簡単よね。今こそ。こりゃ。それ。これほどとは。あれれ、私の舞よ。うん、さあ、うわあ、灼熱のご堪能いただけましたか。痛くないですよ。はい、てあ、チャンスです。研究が役立つ。てや、変わりました。記録をまとめなければ。行きましょう。援護を頼む。いや、無理をさらず。ちょっと直せ。すぐ直してたよ。記録をまとめなきゃ。
上なら。それそれみんな、それ研究が役立つかな。見守っていて、援護を頼む。灼熱の炎よ、吹き上がれ。うわ、それまだまだ、お灼熱の炎よ、吹き上がれ。どうしましょう。灼熱ご堪能いただけましたか。チャンスです。灼熱の炎よ、吹き上がれ。どんな踊りがお好みですか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。さてどうしましょう。事情を聞いた。一旦引きね。よい、父上ならどうする。見守っていて。休んでてください。どんな踊りがお好みですか。灼熱の炎よ、吹き上がれ。さてどうしましょう。灼熱の炎よ、吹き上がれ。その絵相手に不足。あーって、でよ、我々は負けたのですね。これくらい簡単よね。あー、今こそ。いや、あれ、それ一歩も光る。今こそ勝負はついた。みんなが支えてくれたおかげだ。処刑場はすぐそこです。どうかエリカ様を。こんにちは。